さあ続けてもう一戦フリーフォアオールブラックショット、もちろん武器は MB7 の初期型でいきます。今回は初期人数3人だね。大体ね、2人か3人で始めて、なんか中盤あたりから人が増えていくみたいな。まあ、最近ね、12人ぐらいまでちゃんとマックスにはなったりするんだけどね。ゲーム終わっちゃうとまた減っちゃうんだよね。あんまり部屋に残ってくれる人がいない。おっと、目の前。びっくりした。さあ、索敵をしたいが、人数が3人だとなかなか鉢合わない。おーっと、音もせず。後ろ？まあちょっとね、いろんな武器を使ってみたい気持ちもあるけど、MP7 と CBJ かな。あと M16。M4 も使ったんだよね。なんかどんな武器もあまり変わり映えしなくて、もうファイヤーレートがちょっと違ったりするぐらいかな。お、奥にいる。お、めっちゃ奥にいる。うわ、だいぶ削られちったよ。9か。これ打ち勝てないな。これ即ヘッドショットかまさないと勝てないやつね。どうすっかな、探すのがめんどくせえな。一応リロード挟んでおいて。あー、奥にいる。あー、ダメか。一発でも当てられたらやられちゃうからね。お、そしてやってきた。ハンティングタイム。まあ、なかなか人が増えない。お、なんか人が入ってきたぞ。ハンティングタイム。おっと、ライフ減ってない。うわ、また大顔か。あっちか。降りて右のところね。あ、これいけんじゃない？はい、来たー。よし。エリミネイテッド。これで10ポイントぐらい獲得したでしょ。あ、また人が増えてる。いや、今目の前でカチャってリロードの音が、リロードの音なのかな、今の。うわ、いたじゃあ、このボックスをちょっとね、取ってね。つか、いるでしょ、ここ。はい、いたちょっと罠をね、設置してみましょうか。どこがいいかな、ここかな、この入り口に設置して、で、裏を見に行くと。敵がね、通れば、爆弾が爆発して、倒すことができるしね。まあ、破壊されたとしても音が鳴るんでね。後ろに敵がいることがわかるっていう。策的にも使えるボムでございます。で、私は奥の扉から見て、あの排気口、通気口の中を見る。大体いるんだよね。なんか爆弾投げてるし。大体いるんですよ、あそこ。いないか。お、ボーム投げてる。あ、いたいたいた。おお、食らってる。あ、いた。しかもいるし。はい。で、もう一個ね、このボックスを取って、また、あそこに設置しようかな。はい、設置。まあ、このね、定点狩りもいいんだけど、おお、ガタン、あ、弾がないし、リロードしても一発しかないのか。残念。まさか刀で切られるとは。結構人数多いじゃん。
まあ、このね、定点狩り結構効率いいように見えるんだけど、なんか動かない分ね、あの敵、索敵も遅れるんでね、ガンガンなんか動いてスコア稼いでる人たちがいるとね、負けちゃうんだよね。だからあんまり同じ場所にはとどまらずに、いろんなところに移動して、サーチ&キルしてった方がいいですね。いた銃が見えている。ヘッドショット決めてもこんなに削られんの？きついな。31ライフ。さあ、後ろから入って。グレ投げてるね。この先だね。確実に。はい。戻るか。後ろから音が聞こえるぞ。どこだ？いた！あー、負ける、これ。瀕死だったとはいえ。いた！ちょっと、これ倒してくる。これがヘッドショットになってしまうのか。いた！オッケー。刀持ってる。なんだこれ、刀で近づいてくるやつ怖いんだが。はい、3分半切って今のところ1位。あ、人数結構増えてるね。いいね。10人。いや、最初からこんぐらいいてほしいんだけどさ。もうなんか無理なんだよね。お。入ってこない。自分から出ていく。はい。ショットガン持ち？怖っ。どうしよう。後ろにもいることは分かってんだけど。ちょっと人気がありすぎるな、このエリア。はい。ちょっと後ろを見ておくか。おっと？後ろから倒していく。まだいる。いたー。おー、マジか。はい、ヘッドショット。2人目。さあ、はい、3人目。いいね、いい感じで。お、石川もいるし、今日敵とよく合う。はいはいはい。これすごい頭狙ったつもりだったんだけど、ヘッドショットにならないか。さあ出てこい。誰が相手だ。お、近いな。今取られた。あ、今のやつに取られたか。握るね。上からグレー近接突っ込んで。ん？あ、後ろめっちゃいるな。いた、奥に。よし、さあ左見て、上がって右だな。で、降りたところラストの中やる。移動だ。うわ、めっちゃいる。うわ、しかも後ろにもいる。ひどい。敵だらけじゃん。後ろ？死体があった。まあ、いいか。いた。はい、ヘッドショット決めていく。お、左から出てきた。マジか。ちょっと油断してたな。索敵。頭抜いて。右かな。いた。ってことは、あのダクトの中。後ろ？うわ、どっから出てきた。湧いたんだろうね。さあ、奥。あ、リロードの時から、ここか。よし、一人やって。二人、三人。よし、いいね。さあ、四人目はどこだ？グレネード一応ばらまいておく。あ、ここの左か、ダクトの中かな？あ、終わった。おーし、勝った。いやー、フリーフォール楽しいっすね。無料なんで、ぜひよかったらやってみてください。